藤川店さんの、はい、共通テスト模試自己採点でございます。この志望校のやつは結局何を出したんですか？関西医科大学だから理科受けてないから判定されない。これはね、何にも書いてないじゃん。覚えてる。印つけてないの。英語です。はい、いきます。てか俺が見た方が早い。さて始まりました、おじゃチャンネルです。さあ、もう音立てないで。藤川店さんの、はい、共通テストもし自己採点でございます。はい、長かったですね。またもし全然受けなかったから、やっともし受けて結果でございます、はい。でみんな受けないんじゃないかって言ってたけど、あ、今日ですか？そう、受けます、受けます、受けますよ、受けました。はい、もう受けましたんで、はい、その結果見ていきたいと思います。この志望校のやつは結局何を出したんですか？なんかもうさ、医学部受けるだとか早稲田受けるとか全然よく分かんない状態になってるんですけど、はい、どこを出したんですか？とりあえず義大、うん、義大、岐阜大学。岐阜大学になったの今。岐阜大学の医学部。 まだあの決めてはないんですけど、うん、実家が岐阜の方だったんで、うん、とりあえずまず岐阜書いて、うん、何学部だってさ、理科科目受けてないんだもん。何学部書いたの？それだって判定不動になっちゃうじゃん、医学部書いたら。医学部書きました。判定されないよ、科目不足って出ちゃうよ。そしたら、はい、ちょっと判定出るとこ書いてくださいよ。早稲田は、うん、なんだっけ、人間、人科ね、人科、人科ね、うん、違う、違うってどういうこと？じゃあ、あれがないんですよ。志望、あ、これ。あ、違った。何を探してる？え、書くやつあるじゃないですか。自分で書いたんじゃないの？あ、ありました、ありました。違う。何もう、何が違う？何これ違うとか。はい、コード表ね。はい。コード表。それで？飛ばせた。自分で書いたのに、印をつけたってこと？はい。早稲田は、はい、いや、そんなどうでもいいよね。いいよ、見つけられないなら。はい、早稲田何？人間科学部、はい、人科、人科じゃやっぱり人科の、まあ、一番上に書いてある、一番上に書いてある。で、それ以外は関西医科大学。関西医科大学だから理科受けてないから判定されないって。それは書かなきゃダメだから、自分の受けた科目で判定されるところ書かないとダメだよ。それしか書いてないんですか？あと大阪公立大学。大阪公立大学も足らないでしょ。大阪公立大学3科目のやつあんの？ないです。ないんかい。じゃ、それ書く意味がないんだけど。それいや、ちゃんとまず試験科目受けてください。ちゃんとそれ人間環境科学国 A 型で出したってことしたら、はい、はい、わかりました。じゃあ見ますか。じゃあ見ていきます。はい、採点しましょう。はい、地理ですね。はい、旧課程なのに新課程受けちゃったとか言ってましたけど、そんなん関係あるんかっていうね。はい、それ理科です。はい、地理総合、地理探究。はい、で、はい、何番につけたかを言っててください。あ、はい、これは2ですね。何にも書いてないじゃん。だいたい覚えてる。覚えてるって印つけてないの？連絡が来たんですよ。連絡来たよ。それはしたもんだって。印つけねえだろうなって思ったから。地理受けた後に来たんですよ。で、国語はちゃんと印をつけたんですけど。信じられます？模試受けて印つけないとか、そんな人間がいるっていうことがもうありえない。覚えてるんです。はい、2、はい、次が、次がどうやって覚えてられるんだって。2番、2番だね。はい、6、はい、で、次がとんでもない自己採点だよ。印つけてないとか、そんな人間いるんですよ、ここに。受験生失格だよ。すいません。はい、信じられない。これは消去法で選んだの。どうでもいいから番号言ってください。はい、次々言って。はい、もう、はい、容量が足りなくなっちゃう、このペースでいったら。これだけ印ついてます。なんでだよ。はい、もう次。はい、でも終わりました。はい、ということで、足します。はい、28点です。はい、ひどい。はい、あれ、前に浪人の時に出てきた時、地理受けてたんだっけ、そもそも。はい、あの時は何点だったんだっけ、どれぐらいだったんだっけ。7割ぐらい、8割ぐらい。7割8割が28点ですよ。3割以下ですけど。はい、
第1問大問1が6点大問に第2問が13満点ですね。で第3問が3点第4問3点第5問0点第6問3点。知事の勉強はしたんですか？今ですかじゃあ前なんかやって模試に臨んだんですか？あ、模試は今日はっていうか知事はやってないんです。何もやらずにやったってことですか？いきます、時間がないので。次、国語。はい、印つけてますね。もうさすがに印つけろって俺言ったから。はい、はい、じゃあつけてるのでどんどん言っててください。はい、1問から。はい、はい、331。はい、ということで出ました。足すと、48点ですね。はい、200点満点中。現代文最初の評論が16点、うん、小説が10点。小説でしょ、2個目って。で第3問が新しい形式の現代文、それが4点。だから45点中16 45点中10点、20点中4点と、古文が45点中6点、漢文が45点中12点ということですね。なので合わせると48点ということで。はい、国語は勉強してないですか？いや、してる方だと思う。してる方してないかもしれない。してないかも。いや、自分のことでしょ。はい、してないですね。はい、英語です。はい、いきます。というか俺が見た方がもう早い、あまりに遅すぎる。もう2、1。はい、1、3、2、3、3。書いてないよこれ。はい、1か、これすげえ薄い。ああ、書いて、丸してください。これ見えないじゃん、これどれにつけてんのこれ。印つけ、あ、つけてます、つけてます。見えないよ、めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃ薄い点で、これどれよ、ついてないじゃん。丸つけろや。これはどこにあんの、見えないよ印。なんか2番です、ね、どこについてんの、マジでこれどこについてんの。いや、そんなさ、ちょんってつけられてもわかるか。これも何、これどれ、2つ選ぶ問題なのに採点不可。はい、ここも何にもついてないじゃん。これ以降もついてないんだけど。はい、採点不可です。もう信じられない、印つけてないとかってどうすんの。そんなの、まあ分かってる範囲では大問6まで大体覚えてるんで。ついてないじゃ困るです、つけてください。申し訳ございません。申し訳ございませんじゃありません。こんな大阪まで来て印ついてませんじゃ、そんなオチやめて。はい、数学のやつもちゃんと。はい、読めないじゃん、ちゃんと大きく書いてください。どれ書いてるの、何も書いてない、つけてないですか、何もついてない。あ、ついてます、ついてます、ついてます。3番です。1個選ぶ問題じゃないよ、4つ選ぶ問題だよ。え、そうなんだ。そうなんだじゃなくて、どれを選んだんですか。これも書いてないです。あ、2番です。はい、いやいや、答え見ないでください。答えを見てチェックするんじゃなくて、自分が書いたのをチェックしてください。自分が何を選んだかを書いてください。はい、あ、そうなんですか。何をわけのお金を出てて。なんでそんなカンニングしてどうするの、意味わかんない。これ、間違ってるか間違ってる。違う、何を書いたかを書いて。あ、え、書いてますよ。だから全部にちゃんと分かるようにしておいてください。ちっこい字じゃなくて、はい。あ、そういうことです。合ってるか合ってないかじゃないです。急いでください、私帰りの新幹線があるんです、急いでください。はい、帰れなくなっちゃうよ。もう新幹線取ってある、取ってある。何時急いで、いいから、はい、もう早く早く、はい、終わらないかもしれないって、自己採点が。はい、これでいいんですね。はい、はい、めんどくさいよ。じゃあそれぞれ
見ていきますよ。もう自己採点とは何なんですか。これ自己採点できないじゃん。ちゃんと書いてなきゃ。もうそんなんダメですよ。今後そんなことやったら、なんで毎回毎回俺らの予想の上を行ってくるんだよ。もう何をやっても模試をちゃんと受けれないっていうですね、はい、何をやっても結果がわからないっていう。はい、では英語リーディング、26点です。はい、英語はやってたんじゃなかったでした。結構やってました。あれ単語帳終わったんじゃなかったの。いや、まだターゲット終わってない。終わってない。第1問2点、第2問0点、第3問3点、第4問3点、第5問3点、第6問0、第7問6、第8問9。本当に第8問できたのそれ。26点ということでした。だって6までで時間ないっつってたのに。この辺はもう勘で。勘の方が高いじゃん、点数。やったやつより。はい。はい、リスニング33点です。リスニングは第1問11点、第2問4点、第3問9点で、第4問5点、第5問0点、第6問4点で33ですね。これも本当にできてるのか疑問ですけど、自信持って答えられたのはあったんですか。ちゃんと問1はほとんど取れてないですけど。これ違う。逆ないです。はい、ちゃんと見てますか。印ついているところをちゃんと見ました。続いて数学いきます。スイッチ A、スイッチ A は26点。第1問が8点、第2問が4点、第3問4点、第4問が10点ということです。あ、そっか、 2問選ぶ。え、この3、4、5は2問選ぶ。そう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 、そうですね、はい、30点中8点、30点中4点、20点中4点、20点中10点ですね。感想はどうですか。思ったよりできてなくてがっかり。思ったよりできてなかったか。思ったよりっていうか、英語はちょっと自信あったんで。どれぐらい取る自信があった。5割ぐらい。それでも5割なんですか。昔超すごい点を取ってたはずなのに。まあ全然やってないって。実力が下がったと。いや、だって英語はだってずっとやってたじゃん。だって大学短大でも英語専攻だったわけだから。もうちょっと取れると思ってました。もうちょっと取れると思ってたってことで、次回理科を受けるんですか。あ、受けます。とにかく印をつけてください。はい、1時間半とか自己採点のこんなさ、数一までしかない科目なのにこんなに時間かかるとかありえないから。自分一人だったらどうやってやってたんだよ自己採。あれ、これだったらやったっけってなってました。それじゃあ意味ないですね。だからもし復習、いや、まず復習のレベルにいってるのかもそもそもわからない。解き直しができるレベルかもわからないので、やり直します。やり直してください。はい、ということでした。本当に昔はできたんですか。また疑惑が、はい、疑惑が出ちゃいますよ。ということでございました。はい、まあ、ただ本当の点数はまだ分かんないので、ほぼほぼ印がついてなかったので、それは結果が返ってきてからということで、はい、その模試結果を見て、はい、いきます。模試結果もね、こちらはログインできるので、それでやりますので、はい。はい、もう音を立てないでください。はい、確か、どっかに書いてあったんですよ。6月に。はい、ということでございました。ではそちらを待っていてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 では岐阜大とかじゃないでしょう。まず、早稲田とかも違うでしょう。もっと、はい、いや、短大をそもそもさ終わらせないの、卒業しないの。はい、ちょっと病気が